静岡市葵区の杉尾地区に無許可で造成されたおよそ5万1000立方メートルの盛り土をめぐっては、県が盛り土を造成した富田建材に対し、原状回復に向けた計画書などを求める戒告書を交付していました。しかし先月、県に提出された富田建材の計画書は、応急的な対応にとどまるなど不十分な内容であったため、県はきょう、盛り土対策会議を開き、杉尾地区の盛り土について、今月下旬から行政代執行により撤去することを正式に決定しました。下流にですね、やはり人家がありまして、そういう危険な状態を放置できないということで、我々としてはその土砂を撤去して安全な状態にすることをやっぱりやらなきゃいけないということで、県は行政代執行の費用について盛り土を造成した富田建材側に請求する方針です。